にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を伝えするマッチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日は北海道の女性からいただきました。北海道も大雪っていうことでね。そうでしょうね。本場所で利き手で回しを取ったら、その日のちゃんこの時などお箸も出なくなりませんか。私は昨日札幌で1メートル超えた積雪を7時間かけてソップで除雪したのですが、利き手の左手で箸が持てず、利き手じゃない右手でフォークを持ってカップ麺も食べました除雪作業から24時間以上経過した今は、背中の筋肉痛がひどく、毎日激しい稽古をしている力士たちは大丈夫だろうかと思いました、という、なるほどね、質問なんですけどもね。どうですか。やっぱりこう本場所の1分2分っていう相撲は、もう相当きますね、体に。やっぱり相撲って大体まあ10秒とかね、20秒とかで、そうですね、もうあの30秒もしたらもう長い相撲になってきますよ。そうですね、そしたら長い相撲を取った時なんかはやっぱり相当痛みは、そうですね、特にあの動き回る相撲でも、それは動いてるんでしんどいし体力消耗するんでしょうけども、やっぱり四つになって、よやっけよーいっていう四つの時の掛け声があるんですか、お行さんの。四つでなかなか動けない時、攻めあぐんでる時の相撲も、力を抜いて組み合ってるわけじゃないんでね。そうですね。互いにどこで攻めよう、どこで攻められたら守らなあかんっていう緊張感と、力をずっと入れっぱなしの腕っていうのはね、相当しんどいというか、きますよ、腕に。入りますね。やっぱりね、稽古場でする一番と、本場所でする一番はもう、力のこう入れ方が、稽古場で力入れてないわけないんですけども、なので、ね、やっぱり本場所で長いつ、私もね、今こうやって思い出すと、星丹王とかね、間垣部屋にいた大和っていう、両方とも外国の力士なんですけども、長い相撲を取った時には、もう部屋に帰って、腕は張るし、なんか呼吸も、こう、一晩開けるぐらいまで、整わないんですよ。なんかこう、呼吸がきついみたいな。そうなんですね。そしたらやっぱりお相撲さんも普段から鍛えてるとはいえ、やはりこの長い相撲を取った日とかにはちょっと、まあ橋は持てましたね。橋は持てますけどねでもね、やっぱりこれも一つの稽古であって、それ以上の稽古をしてると、そんなにね、体力的に、この雪かきの方も急にしたんで、動かさない筋肉とかが動いてね、そうなったと思うんですけども、お相撲さんはもうずーっと稽古をしてるんでね、そう相撲の体力は割とね、握力をずっとする、握っとく力とかあるんですけども、稽古してるかしてないかが出てくるんでしょうね。やっぱり稽古をしてたら回復も早いし、この方も北海道ですからね、普段から雪かきなんかもなさってるとは思うんですけど、ね、やっぱり今回はものすごい大雪だったということでね、それこそ私たちみたいな雪かきしたことないもんですから、もうボロボロですよ、次もう5分やっただけで、もうしんどいわーって言って、でもう一日腕痛いなとか、腰痛いわとか言うと思いますわ。そうですね、やはりまあ普段からどれだけその筋肉を使ってるかっていう、だからね、お相撲さんもね、よく親方に言われたのは、本場所が終わって、とりあえずね、5日から1週間ぐらいね、練習力明けの休みっていうのがあるんですけども、休むのも体力回復させるのにリフレッシュとかの一つやけども、あんまりダラダラして休むなよっていうことを言われてました。もう昼からでも別に回しつけなくても運動、柔軟運動にしろ、四股でも踏んで、とにかくこうまた稽古が始まる時に体を持っていけるように。なので私なんかね、だら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 寝て起きて飯食って1週間を過ごした時なんか、次の週の日曜日ぐらいから稽古が始まるとね、もう1日終わったらもう関節がね、やっぱり相撲ってこの運動多いんで、もう関節がもう痛くて痛くて、もう3日4日痛いです、やっぱり。
うん、あの股割りなんかもちょっと痛くなったりしますか？やっぱり硬くなってくるでしょうけども、うん、股割りはね直接相撲の動きにはね、うん、関わってこないんでね、うん、それほど痛い痛いとはならないですけども、うん、とにかくその関節が首なり腕なりすごい痛くて、うん、普通の相撲を取る稽古の体に戻すのに3、4日かかりますね。でそれが慣れて毎日毎日繰り返すとまた慣れて本場所にね、だから親方はね、うちの三重の海の武蔵川親方はなるべく稽古は持続させるようにされてましたね。軽くてもいいから、うん、まあ、すまないようにっていうことですね。そうですね。もう我々としたらもうまたあの稽古か朝かと思うと、なんとか休みが欲しいみたいな感じでね思ってるんですけど。でもそれこそ師匠と言いましたらね、うん、伝説の三重の海双子岳の引き分けの賞っていうのがありましたね。ありましたね。もう当たりも先に私が知ってるのは、あの一番。もうあれから先出てないでしょ、引き分けって。そうですね。ですから、まあ、何本もにわたってずっとこう組んでたわけですからね。まあ、絶対そうだったんじゃないでしょうかね。もう次の日パンパンですよ、腕。そうですよね。はい、まあ、ですから、まあ、歴史の皆さんもそら力入れた日にはね痛いこともあるけども、まあ、そのために、うん、まあ、そうです、そのために稽古してるんでね。そうですね。はい、ということです。マッチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回。お便り待ちします。